なんかね、後ろね、ちょっと振り返った瞬間にね、なんかめっちゃちょっとね、胸に来たよね、今ね。見えるところがまさかこれだった。ちょうどはい、来店の理由の2番のお菓子で、友って言ってるのは三成校のことなので、ちょっと後ろ向いた瞬間に来てしまいました。はい、これで、歴史の歌は終わりですね。終わりですね。はい、長かった。桜木全曲ライブなんですけど、次の曲でラストの曲になります、はいはい、次の曲は、私たちに珍しく歴史の歌ではないんです。しかも歴史の歌じゃない上に普通の恋愛の歌だったりします、はい、私が、作詞をしたんですけども、うん、こう当時こう作る時に歌詞を送った時にこうイメージとしてこう私たち2人のイメージをそのまま曲にしてくださいって頼んだものになります。その時の今聞いてその時の私たちのイメージってこうだったのかな、その人にとってはって思うとちょっとおってちょっとなんか今とかなんか違う感じがするなって思ったりもしたんですけど、こう皆さんがこうどういう風に感じるんだろうっていうのは聞いてみたいなと思うので、もしよかったら後で、別にコメントとかでもいいので教えてくれると嬉しいです。歴史以外の曲ってね、なんかどんな風に聞かれるのかなと思ってちょっと興味あるよね、なかなかこういった舞台では歴史以外の歌って歌わないので、なかなかこう感想を聞くことってできなくて、なんかこれを機会にいっぱい聞いてる人がいらっしゃるので、聞かせていただけるととても喜びます私は。それでは、最後の曲桜雪聴いてください。